左側にピュア弁当。車は意見島方面から、三栄面しておいて、うるま市赤道方面へ進行してます。はい、こんにちは。今回は、今年できたばかりのお弁当屋さんへ、向かってます。右側の三栄が見えたら、信号左折。車は道なり。目的地は近いです。こちらの弁当屋さんまだ看板もないですね。信号過ぎると目的地は左側。上り旗があれば営業中ですね。ね、道路沿いからだとこんな感じです。それでは行ってみよう。今日はどんな美味しいに出会えるか、楽しみです。よろしければ、チャンネル登録お願いします。こんにちは。毎日じゃ変わるわけだね。毎日は変わる。変わるね。定期的に？定期的に。うん、お店の名前がないけど。お店は、あ、看板立ててないです。うん？いや、名前はあるでしょ。まあ、島バナナでやってる。島バナナ、うん、あ、でもこれ変わるからって。ああ、大丈夫。あ、エバート。これピーマンが入ってるの？これは新顔です。はい、ピーマンです。ピーマンが入ってるね。うん、こっちがメインで、はい、収まらないから、ちょっと200円入ってるんですけど、これテリヤキだね。もうメインは定期的に変えたりしてるので、はい、大体7品、8品。じゃあこれ2つください。1000円。これですか？1000円です。はい、あ、じゃあ置いときましょうね。あ、はい、ありがとう。場所移動します。移動しながら弁当屋さんを紹介しますね。右側に精肉と惣菜なみ、左側にこうちゃん弁当、左側に丸川弁当。信号左折します。右側に味っ子、右側にランチボックス。左側にお弁当の正宗。今回はこちらの公園駐車場でいただきます。弁当500円。相方様弁当500円。いただきます。いただきます。食べやすいお弁当ですね。完食です。ごちそうさまでした。今回も最後までご視聴ありがとうございました。